さあポン酢で何するのということで、セベチーフ、ポン酢で料理何かよろしく。ポン酢は僕はね、もう海鮮焼きしたりとか、これタレかけてとか、キャベツを蒸しったまんま取り入れて食べるも大丈夫、うん、ただこれはね、締めとかは使いづらいんですよね。使いづらかったですね。ねえ、これはだけど、まあできるんじゃないかなと思って、やってみて、美味しくはなりました。マジっすか、はい、これご飯にはかけないですもんね。ご飯にはかけないですけど。あ、何やるんですか、じゃあこれ。あの、もう一種類の焼きそばを作ります。これで、ね、これで、料理人っつうな、何でもやりますね。何でもやりますね。あの、バイトが羨ましいのは、うちのバイトの子たち、まかないが食べたくて来てるやついっぱいいますからね。いや、もう目的それでいいです。いいですよね。いいです、いいです。はい、昔あの、大輝ってやつは、はい、どんぶり一杯出したら最後泣きながら食ってましたね。もう量が多すぎて泣きました。本気で泣きやがって。僕足んないのが嫌なんで多く作っちゃうんですよ。足りないのはかわいそうだなと思うので。え、これであれですか、味噌だれでやった時のように、はい、普通に炒めます。同じ材料ですね。これもじゃあ何でもいいってことですね。何でもいいです。さあ来ましたよ。これ焼き方はまあ普通ですもんね。さっきと一緒で。一緒ですね。はい、はい、もうだんだんで、さっきも、はい、まあ、こうある程度野菜がこう火入った時に、はい、麺を入れたんですけど、さっきのタレの焼きそばの時は、これで麺をほぐすのに、はい、お湯入れましたね。ちょっと、はい、はい、まあ、ほぐし水みたいな感じで入れたんですけど、はい、僕はね、あの、顆粒の焼きそばをやるときは、はい、麺をチンしちゃうんです。あ、そうですか。ちょっとほぐれる。ああ。一番早いです。ソースもちょっとこう、お酒とかで溶いとくと楽なんです。あ、そうですか。はい。まあ、シャレじゃないですよ。あ、びっくりしました、今。シャレじゃなかったですね。偶然出てしまいました。そしてまた、ちょっと先に塩、塩をもう、はい、と、まあ、胡椒ですね。胡椒ですね、はい、これホワイトペッパーですね。これはこれは白の方ですね。白の方ですね、はい、で、あとブラックブラックペッパーもちょっと入れて、はい、子供がいて嫌ならこれ入れなきゃいいんじゃないですかね。そうですね、はい、今軽く混ぜてもらって、ね、またこれ止まんなくなるパターンかな。でもこのポン酢は難しいと思うんだよな。で、ここでポン酢入れます。はあ、ポン酢を入れたと。そんなに入れてないですね。はい、でもあんまり入れると、うちの店で合わせてるポン酢は、うん、薄口の醤油が入ってるので、はい、あんまり入れちゃうと今度濃すぎちゃうんですよね。なるほど、はい、ちょっとさっぱり召し上がりたいんで、塩を、なるほど、はい、ちょっと入れていただいて、塩焼きそばの、はい、塩ポン酢焼きそばですね、これ。そうですね。で、お酢をこう熱で軽くこう飛ばして、はい、さっきとはもう色も全然違いますね。全然違いますよね、はい、白い感じで。ごま油、またごま油を少し垂らして、で、最後好みで、まあ、おレモネードですか。レモン汁でもこう。だいぶかっこよかったですね、今プロみたいに。でも、うん、あ、プロだ、プロだ、プロだ。カメラ来てたんでこっちから。あ、こっちからな。外にはできないな。カメラ意識は。このぐらいで、はい、いかがでしょうか。いいですか、いかがでしょうか、うん、これは想像ができませんね。うちのポン酢もう届いてる方もいるじゃないですか。そうですね。どれどれ、いただきます。お願いします。ちょっと勇気がいるな。どんな味か。
うまっ。ちょっとレモンが強かったかな。いやいや、ちょうどいいです。好みですね、だから、はい。最後にかけてもいいですし、自分のお皿のやつ。なるほど。はい。うわ、これ。これ、やっぱこれもつまみでもいけるな、全然。うん、この塩焼きそばも食ったことないですね、このポン酢風味の。うん、まあ、ネギ散らしてもいいですし。パクチーとかが好きな人はパクチーいってもらってもいいですしね。止まんないパターンになってきたな、これ。これうまい。あと黒胡椒多めに入れるとか、なるほど、はい、好みで七味とかね、ちょっとパッとやってもいいですね。はい、これ昔よくバラエティで温泉行ってご飯食べてとか食レポとかやったんですけど、はい、うまいものはうまいしか言いようがなくて、そうですね。で、あのいろんな理屈を垂れるときは、はい、美味しくないときいや美味しくねえんだけどって言えねえからコクがあって、はい、コクって何なのいろんなこと言っちゃうときですね。あれはやばいときですね。あの石塚さんとか、はい、あとなんとかやーっていう、はい、世界一やーってああいう人らもプロだから、はい、もう食べてるだけで美味しそうですもん ね、はい。これもうまい。これハマる人はこっちもハマるな。これ飲みながらこういうのがいいかもしれないですね。ですね、はい、ポン酢はそうかもしれないですね。まさかポン酢の焼きそば持ってくるとは思いませんでしたね。いや、やってみようかなと思ってたんですよ。チークつきそう、これ。チークつきそう、これ。変わったことばっかりするんですよね。なるほど、うまい。これ飲みつけに最高だな。最高のつまみだな、これ。俺中盤これ行くな。最初にこれもやりたいな。途中に肉つまんで、うん、飲みながらですね。肉やって焦げるから出しておくかみたいな。ということで、キチーフ、これこんなに皆さんがね喜ぶ顔が思うだけで嬉しいっていうチーフの。そうです ね、はい。あとはなんかほら逆にあのツイッターの方で、はい、こんなのもできますよって逆にこう教えていただいても、なるほど、はい、僕もまだいろいろ知りたいことたくさんあるので、そういうのを言っていただくとありがたいなと。それで我々もやってみて、はい、でアレンジしてとか、はい、お店のメニューになっちゃうかもしれない。そういうことですよね。皆さんに言ったらお店のメニュー、はい、お店メニューになった暁には小三郎一本プレゼント。まあ四五瓶なんて言いません、一升瓶、うん、ドーンとプレゼントということで、はい、チーフいつもありがとうございました。いや、ありがとうございました。